10時20分、金広バス停降りて歩いています。お店が多くて賑やかです。黒瀬中央橋を渡ります。大きな魚がいます。灰ヶ峰に雲がかかっています。三島神社天満宮です。天満宮です。池があります。コタさんです。ため池から上がると綺麗なお堂があります。あっちが国際大学への道、畑の間から車道へ。山のふもとの道です。左へ行きましょう。土道になります。電波塔です。草が多くなったから蛇に注意しましょう。左は住宅地です。下草がなくなりました。舗装路と合流。左でしょう。虎ノ尾です。11時15分です。竹林があります。電線があったら左への道に入ります。もう少し上に行くとまだ車道が続いていて、これを進めばいいんでしょう。11時28分車道終点。鉄道管理道に入ればいいんですがね。山道があります。分岐があります。いい道ですね。地図を見て分岐を上に登ります。急です。急いだら息が切れます。樹冠から家の屋根が見えるんですがね。合流ポイントかな。右に行きましょう。沢沿いです。道がなくなってからさっきのところ反対だったんでしょうね。ここにリボン、そしてあそこにリボン。道があるみたいです。岩が魅力的です。リボンあります。雰囲気ですね。岩場なのに展望がありません。一応尾根道ですね。広いと道という感じがしますね。杭があります。そしてリボン。広い道ですが荒れてきています。シダが多いです。下っているのが気になります。右への道があるはずですが。あ、コタさん、スタート地点の金広です。12時です。もう一つの道を使えそうな雰囲気です。こっから登ってくる場合があるんですね。そしてこっちにちょっと追いましょう。道が続いていますが、私はこの尾根道のはずです。さっき歩いた道、入りにくいけれどもちょっと上がって目印がありました。
倒木とシダがありそうですね。体力がいります。空が見えています。コケムシています。植林帯、尾根にうっすらと山道の跡があります。上に林道がありました。林道沿いからも行けたんですね。道が曲がりくねっています。ピークはどこかな。日が当たっています。左か右か。ここも車道分岐、砂利道になるんですね。山が見えましたよ。弘法山の方でしょう。野呂山です。そして右に電波塔がたくさんある善棚山。まだ上があります。ここにも分岐があります。綺麗な林道、結構リボンが残っています。水が流れています。石が生まれてきます。道は山を巻いています。また下り、左に登りたいんですがね。引き返しています。でも横にリボンがあるから行ってみますか。小田さんの方霞んでいます。岩が石垣みたいです。岩越えです。人が入ってるけど昔なんでしょう。植林が続きます。稜線近づきました。茨があります。稜線出たら電波塔です。13時6分、展望がありません。山ごぼうです。遠くに何もないですね。やはり車道が通じていました。こちらから奥にもう一つ高い峰があります。下り出しました。そしてすぐに分岐です。後で左を下りましょう。林道ですが右にやはりありました。三角点です。はっきりした山道、蛾が多いです。印が少ないです。分かりにくいですよ。ここは増えたかな。一応杭がありますね。石が並んでいます。赤テープが頼りです。石囲いですね。これが正規の道ですね。ぬたばがあります。目印はたまにあるんですけどもね。やっぱりここを下るんでしょう。これも昔建物があったんでしょうね。石を集めたんですね。上りです。リボンがあって安心しました。分かりにくい道ですがリボンがあります。面白いです。先ほどの電波塔に戻りました。13時53分、再び三角点です。車道を歩きましょう。単調ですが息が整います。分岐、左にちょっと行ってみましょう。反射板がありました。道がありますが行き先不明です。14時です。砂利道で合流しました。結構ここは広いですね。林道歩きです。鳥が鳴いています。西の方に住んでいます。
ミラーがあります。オカトラの方があちこちに咲いています。岩がありますね。そしてここは展望が得られます。北西の方、運動場があります。川が流れています。遠くが霞んでいます。岩を見ながら歩いています。ハイガムヤの電波塔見えてますね。コタさんから離れていきます。崖崩れがあったみたいです。岩場です。そしてハイガミナの手前に自動車道が見えます。ダム湖が見えています。車通れませんね。善棚山が見えます。15時です。今南東の方を向いています。あ、見えました。善棚山の電波、急に道がやぶになるんですね。こっちは車が来ないんでしょうか。まだ砂利道ですが、下に舗装路が見えています。そして橋も見えますね。15時7分、綺麗な車道に合流。一般車が入れない道でした。下りましょう。林道の案内です。小さいトンネルです。綺麗な橋が見えてきました。標高差を感じます。先ほどはあそこの斜面の林道にいました。ハリガミの頭が見えません。新広の方に海が見えてるんでしょうか。もみじ橋の手前に登山口があります。もみじ橋の案内です。そこに駐車場があります。二級公園に下ってみましょうか。遊歩道ですよね。中国自然歩道です。蛾が多いです。木にぶつかりました。ここはシダが多いですね。緩やかな道です。15時52分、車道に出ました。入り口は案内がないですね。アスファルトに出ました。登るときはこの道ですね。保全林の説明があります。霞んでますが海の方です。大学の入り口、野呂さんは 7.9 キロと書いてある。ここで左に曲がりましょう。もうすぐバス路線。16時10分、バス停です。出たばかりです。残念。封鎖されているトンネル、そしてダムです。中国自然歩道の案内。以前渡ってハイガミナに行きました。ダムの道、そして二級橋です。風が吹き上げてきます。
二中橋バス停です。